はい、皆さん、こんにちは。ようこそ、今日はクエストグループのあらゆる病気、症状の改善に、ドクター・ギブソンオリジナル最大限の治療効果をもたらすメンタルプログラミング法を学ぼうです。今日は素晴らしいお二人のゲストをお迎えしております。まず、今司会をさせていただいておりますのが、クエストグループのリージナルセールスディレクターの菊池みどりです。私はシアトルに住んでおります。そして、皆さんお待ちかねのドクター・ロバート・ギブソン先生です。ロバート・ギブソン先生は脳神経科医であり、自然療法医師、カイロプラクティックドクター、そしてクエストグループの医療顧問も務めてくださっています。ドクター・ギブソン、では自己紹介も兼ねて皆さんへのメッセージをお願いいたします。Hi, everyone. I just want to introduce myself. I travel all over the world speaking, lecturing on the brain.Helping doctors understand how brain health is critical to the overall well-being and health of their patients. I teach them the intricate nutritional neurophysiology that is regulating not only emotion, but how those brain chemicals control and regulate organ function and determine how we feel and how long and how healthy we live. はい、まず自己紹介をさせていただきます。私は世界中を回って患者の体全体の健康、そして幸せな人生を送るのに脳がどれだけ重要かということを世界中の医者たちに講義しながら教えてきました。複雑な栄養神経生理学が感情だけでなくどのように脳の化学物質をコントロールしそれぞれの細胞の機能を調整しどのように感じどれだけ長く健康に生きるかを調節するかということを教えてきました。So for many years, I worked with the NBA pro basketball team, the San Antonio Spurs. We not only used groundbreaking nutrition for peak physical condition, but we also used cutting edge brain science to enhance brain function. The results were mind blowing. The mental training could improve athletic skills far beyond what any team had ever achieved with the standard training. The missing link was in the mind. The secret was in the brain. And I want to teach you those secrets.I want you to know how brain enhancement can improve your health, it can heal sickness, repair DNA, and give you a longer, happier life. はい、さらに私は NBA のプロバスケットチームのサンアントニオスパーズの顧問を長年務めました。画期的な栄養素で体調が最高潮になるようにしただけでなく、脳の機能を活発にする最新の科学も用いました。結果は非常に驚異的でした。メンタルトレーニングを取り入れたことで、標準のトレーニングをしていた他のチームの選手との運動の技量が非常に発達したのです。秘訣は脳にあったのですが、多くの人がそれに気づいていませんでした。私は皆さんにその秘密をお教えしたいと思っています。脳が活性化することで健康状態が改善し、病気を治し、DNA を修復し、長く幸せな人生を送ることができる方法をお知らせしたいのですということです。はい、それではまたドクターギブソンにゆっくりとお話ししていただきます。続いての、ゲストは、皆さんおなじみの、リウマチ患者さんこと、渡辺千春さんです。千春さんは、今東京にお住まいですが2005年にリウマチを発病し半分寝たきりの状態から、コイストグループのハーブなどいろいろな自然療法に出会われました。そして1年後に、見事完治され、その体験からホリスティックやスピリチュアルに目覚められました。その後、延べ2万人以上の方へのカウンセリングやセミナーを通じて、難病を患う方々の改善に関わってこられています。一般セミナーだけでなく、治療科を対象としたセミナーなども行っていらして、2016年春には、なんと、自然療法の本場、ドイツにおいて、自然療法士向けのセミナーの講師も務められました。著書に、リウマチを克服した経緯を記したリウマチ感謝、2013年には、なんと韓国語の、本も出版されて、病気への基本的な向き合い方を記したリウマチ感謝カウンセリング編も出版されています。
では、千春さん、ご挨拶と進行の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今ご紹介いただきました、渡辺千春と申します。で、私自身が、今お話にあったように、病気の克服経験がありますんで、これまでも、たくさんの方ですね、患者さんを、相談に乗ってきたわけなんですけれども、やっぱりそのメンタル の状態で、治りにくい方、それから治りやすい方っていうのが出てきたり、あと、やっぱもう、確実にその、心の状態が落ちると、もう症状の悪化につながっていくっていうのを、やっぱ目にはしてきたんですね。で、さっき、ギブソン先生の方から NBA のプロバスケットチームのね、お話っていうのがありましたけれども、要は一般的なその練習にメンタルトレーニングっていうのを加えたことで、普通の練習してただけだったら成し得ないような、すごい結果が出たっていうことは、これはもう病気の治療の場合も全く同じだなと、思ってます。うん。なので、皆さんが、いろんなね、病気を治すときに、いろんな治療法とかを試されてると思うんですけれども、そこに今日お話しいただくメンタルトレーニングっていうのが、やっぱ加わることでですね、よりこう健康になっていくっていうそのステップが、早まることが間違いないなっていうふうに確信してますので、今日はそのあたりのお話を詳しくお聞きしたいなと思ってます。ではギブソン先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でまずなんですけれども、今結構たくさんの方がやっぱり慢性の病気にかかって辛い思いをされてると思うんですが、こういうね慢性疾患に対して脳だったりそれからマインドっていうのが、どういうふうに影響してるのかっていうのを教えていただけますか。Oh yes. Well, you see, Chiara, your mind is your most powerful tool for your health. But the habits and beliefs programmed into your mind over a lifetime may be holding you back or even making you sick. The chemicals you create in your brain even change your DNA. And consistent positive thinking is equally important to your health and longevity as proper nutrition is.はい。まず私たちのマインド、つまり心っていうのは、健康になるためにはもう本当に最も大切な道具なんだと。で、ところが、生涯にわたってですね、私たちの心の中にっていうのは、プログラムされてしまった習慣だったり、思い込みっていうのがあって、それがもう治っていくのを妨げることもあれば、病気さえも作っちゃうっていうこともありますと。で、脳内でこの作られている化学物質っていうものは、私たちの、DNA さえも変えてしまうっていうふうにおっしゃってるんですね。だから、いつも前向きな考えでいるっていうことは、適切な栄養をね、補給するのと全く同じように、私たちが健康に長生きしていくためには、重要なんだということです。で、ギブソン先生、その前向きな考えがやっぱり大事っていうのはみんな、すごく思ってらっしゃる方もいるんだけど、でもやっぱりそれが難しいっていう中で、で、ギブソン先生はその前向きな考えを身につけようと思ったら、もう脳を変えないといけないって、よく教えてくださってると思うんですけれども、この、じゃあ私たちのこの脳を変えていこうと思ったら、どういうところがこう重要なのかっていうのを教えていただいていいでしょうか。Okay. I'll break it down into a few separate steps.To make it easier. So number one, you need specific brain nutrition. That is essential. Your brain and nerves control everything. If the brain doesn't function properly, then you won't function properly. My brain formula called NeoCell Plus, that's going to give you these specific brain nutrients. And if you want optimal health and optimal brain function, you must give the brain these essential nutrients. And like any machine, if you take parts out of the machine, it will break.はい。まず一つ目のポイントとして栄養のことをおっしゃってくださってまして、脳にはね、やっぱり特定の栄養素を入れてあげる必要っていうのがあるんだそうです。で、私たちの脳と神経っていうのは全てをコントロールしてまして、もし脳がですね、正しく機能してないっていうことも、私たち自身がもう正しく機能しないっていうこととイコールなんだと。で、ギブソン先生が開発されたネオセルっていう栄養補強用のハーブがあるんですけども、こ
これにはですね、脳に必要な栄養素が、まあ、ふんだんに含まれてますと。で、もし最高に健康な状態、それから最高に脳が機能している状態っていうのを目指したいんであれば、脳に対してやっぱこういったですね、必要な栄養素を、補給してあげる必要があります。で、私たちの体っていうのは、まあ、いろんな機械がそうであるように、部品をね、どこかの部品が、なくなっちゃったら、もうそれはもう壊れてしまうっていうことだそうです。はい。二つ目のポイントお願いします。Okay. Number two. Toxins will kill your brain cells and mutate your DNA. So things like drugs, chemicals, vaccines, junk food, and artificial food additives interfere with the function of your brain and body. The chemicals in processed foods cause very bad chemical reactions in the body.They eat away from the inside and destroy us. They make pain and disease worse. So detoxing them is essential. はい。二つ目の点は、毒素についてなんですけれども、毒素っていうものが脳細胞を殺してしまったり、あと DNA を、まあ、異変させてしまうんだそうです。薬物だったりとか化学物とかですね、あとワクチン、ジャンクフード、あとそうですね、食品添加物ってこういったものは、脳と体に対してその機能を阻害するものになってしまいますと。で、加工食品に含まれているような、こういった化学物質っていうのは、非常に良くない化学反応を引き起こして、私たちの体内を、もう体の中からね、内側から蝕んでいって、私たちを破壊してしまうんだと。で、また、痛みを引き起こす原因にもなりますし、あと病気をね、もっと悪化させてしまうような原因にもなるので、解毒も必須なんだそうです。はい、お願いします。Okay, so number three. Stress is not just in your head. Stress is real and stress kills. Stress destroys. Every thought and every emotion is a chemical reaction that is either hurting you or healing you.These brain chemicals have the power to activate the immune system or to suppress it. So the placebo versus nocebo effect. Stress, anxiety, and depression will cause premature aging and accelerate disease. Positive thoughts and emotions release chemicals that slow aging, boost immune cells, and repair telomeres on your DNA.はい。三つ目のポイントはね、ストレスのことをおっしゃってて、やっぱりストレスっていうのはですね、皆さんの頭の中にだけ存在するっていうわけじゃなくって、やっぱり実在してしまうものなんだと。なので、ストレスは実在するし、人を死にいたしめることもできるし、ストレスっていうのは人を壊しちゃうこともできる。私たちの、まあ、持ってる、あらゆる感情だったりとか、あらゆるこの思考ですね。思考っていうのは、すべて化学反応なんだそうです。で、それによって、私たちっていうのは、傷つけられることもあれば、癒されることもある。で、そういった脳内化学物質っていうのはですね、免疫、システムをですね、活性化することもあるんだけれども、反対に抑制する力もある。で、プラセボ効果もあれば、ノセボ効果もある。で、これはちょっと後で詳しくお話ししますけれども、それからストレスだったり、心配の気持ち、あと気分の落ち込みっていうようなものっていうのは、この若年性の老化を早めることもあるし、あと病気の進行も早めちゃう。逆にですね、ポジティブな思考っていうのは、まあ感情もですけれども、老化を遅らせて免疫力をアップさせることができるし、あと DNA にあるですね、テロメアを修復できるっていうふうに今おっしゃったんですね。で、このテロメアが、まあ割とこう聞き慣れない方もいると思うんで、テロメアっていうのは何ぞやっていうのを、ちょっと私が個人的に調べたので、シェアしますけども、でテロメアっていうのはその細胞の核の中にある、染色体のまあ、染色体のこう、端っこの部分なんだそうで、で、ここっていうのは、細胞分裂を繰り返すために短くなるんで、要は、ここが、細胞が50回、60回って分裂していくと、もうこれ以上短くできないっていうところまでやると、もう細胞の、生まれ変わりというか、これが、できなくなるっていうような場所なんで、もう要は、老化に直結しているものがこのテロメアっていうものなんだけども、今、ギブソン先生がおっしゃったように、ポジティブ思考をすると、このテロメアが修復されるっておっしゃったんです。っていうことは、もう一度ですね、その細胞分裂ができる状態に戻るんで、
また細胞分裂ができるようになるっていうことは、これは新陳代謝が、遅くなってたのが、さらにこう活発化されるので、当然その、若返るし、病気が治るスピードも速くなるっていうことに、つながるっていう、お話でした。大丈夫。はい、大丈夫です。あっという間です。はい。で、次は4つ目ですね。はい。4つ目お願いします。はい。You have control of your brain. So some people have never used that control, but they have it. The human brain and nervous system is the master control center of the body. Everything from the smallest cell is controlled and regulated by your brain. Our brains have been programmed like a computer starting before our birth. Everything that we have ever seen, experienced,programmed who we are today. So we will talk about neural programming and what we think about really does matter. はい、4つ目のポイントはですね、もう脳っていうのは実は自分でコントロールできるんだよっていうことをおっしゃってくださってて、自分でコントロールできるはずなのに、ところがですね、人によっては今までそれを一回も自分の脳をコントロールしたことがない人がいるっておっしゃってまして、今日ご覧になってる皆さんはどうでしょうっていう話なんだけども、うん、私もちょっと怪しいんで、はい。で人間のですね、脳とその神経システムっていうのは、体にとってのマスターコントロールセンターとも言えるので、どんなにですね、小さな細胞だったとしても、すべてがこう脳によって、コントロールされて統制されてるんですね。で、私たちの脳っていうのは、生まれるよりももうずっと前から、まるでこうコンピューターのように、もうすでにプログラミングをされていると。だから私たちがこれまでにですね、見てきたこと、それから体験してきたこととか、こういったことのすべてが、もう今の私たちのこの状態を、もうプログラムしてきていると。で、この神経プログラミングの方法、つまり脳のコントロール方法みたいなものについては、今日後ほどですね、詳しくお話ししてくださいますけれども、私たちが今、要するに私たちが今何を考えているのかっていうのが、実は本当に重要なんですってことですね。はい。では、5つ目お願いします。Okay. So epigenetics is the science that ties all of this together. Change your brain, change your body. Change your brain, change your life. Our brain controls our DNA. The brain is the master control system of the body, and the brain produces chemicals that will either help, repair, or degenerate our DNA and telomeres.はい。5つ目のポイントはね、エピジェネティクスっていう、またちょっと聞き慣れない言葉が出てきたんですけれども、後で詳しく言いますが、エピジェネティクスっていうのは、すべてを一つに結びつける科学なんだと。で、脳が変わるということは、体が変わります。それから、脳が変わるということは、人生も変わっていくんだと。で、私たちの脳っていうのは、私たちの DNA さえも、実はコントロールしているんだってことなんですね。で、脳っていうのは体の、さっきもお話ありましたけど、マスターコントロールシステムであって、脳が DNA だったりとかですね、テロメアを修復する、化学物質を作りますし、逆にこれらをですね、変異、悪い方に変えちゃうような化学物質っていうのも、脳が実は作ってますってことです。で、今、5つですね、私たちがポジティブ思考を手に入れるために脳を変えていく必要があると。じゃあ、脳を変えるために重要な、知っておくべき5つのポイントみたいな感じで今お話しいただいたんですけども、1つ目はですね、栄養の話がありました。栄養を入れてあげないといけない。それから2つ目は解毒をしていかないといけない。で、3つ目はですね、感情だったり私たちの思考っていうのは、私たちを傷つけることもあれば、逆に癒すこともあるんだってことをまず知っておく。それから、四つ目は、脳っていうのは自分でコントロールできるんだよっていうこと。五つ目はですね、脳はなんと DNA もコントロールしてるんだよって、こういうお話でした。はい。ではですね、ギブソン先生、最後の方に、エピジェネティクスっていう、単語が出てきたんですけれども、今日多分初めて聞かれ方も多いと思いますので、エピジェネティクスに関してもう少し詳しくお話しいただけますでしょうか。僕も知らない。Epigenetics, I do know that one. Epigenetics is what controls our genes. This is where our true power in healing comes from.
We control our DNA by how we think, how we eat, how we live. This is called our epigenetic environment. So controlling our environment inside our body is the key to better health. Your beliefs are more powerful than your genes.はい、ありがとうございます。ね、エピジェネクスっていうのは、私たちの遺伝子を、コントロールしているものなんだそうなんですね。で、私たちの、本当の自己治癒力っていうのも、実はここから来てるんだと。で、何を今、自分たちが考えて、どんなものを食べて、どんな風に生きてるのかっていうことで、実は私たちの遺伝子っていうのは、コントロールされてますと。で、こういったことを、エピジェネティクス環境、っていうそうなんですけども、このエピジェネティクス環境を私たちがコントロールするっていうことがより健康になるための鍵なんだそうです。私たちの思いですね、信念が私たちの遺伝子よりも実はパワフルなんだっておっしゃってます。で、先日のですね、打ち合わせの際に、私、エピジェネティクスがよくわからないんで、結構、ギブソン先生にしつこく、質問をしてたんですけども、要は、なんか、エピジェネティクスっていう単語と別に、ジェネティクスっていう単語もあって、で、このジェネティクスっていうのは従来の遺伝学なんですね。こう、もともと持って生まれた、遺伝子の学問で、エピジェネティクスっていうのは、ちょっと、そういう元々っていうよりも、後で後天的に付け加えられた、環境だったり要素によって、この元々持ってる遺伝子がどう発動するのかが変わっていっちゃう。こっちの学問のことを、エピジェネティクスっておっしゃる、言うそうなんで、まあ、わかりやすい例で言うと、もし双子が生まれた時に、姿形が生まれた時そっくりですと。で、これは、ジェネティクスの影響です。なんだけど、育っていくうちに、まあ食べ物がバラバラだったりとか、どういうふうな環境で育ったかとか、どんなことを考えたり、どんな感情を持っていくかによって、結果的に同じ双子なんだけども、病気になる人もいれば、病気にならない、健康に生きていく双子もあるという、こういうふうに後のことが分かれていくっていうのは、こっちはエピジェネティクスの影響によるっていうことなので、コントロールできますよねっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。ではですね、改めて、まあ、もう一回しつこい質問なんですけど、私たちの思考っていうのは、本当にその健康にですね、影響しちゃうんでしょうか？しつこいな。There is no such thing as an innocent thought. So every thought you think is accompanied by biochemical signals that move throughout your body.Serotonin, dopamine, and epinephrine are neurotransmitters that affect all areas of your body. Their production is based on what you think and feel. So stressful thoughts filled with anger or fear or sadness increase your stress hormone levels in your body, which ultimately leads to cellular inflammation. And cellular inflammation is the root cause of things like osteoporosis and depression, diabetes, heart disease, arthritis, and cancer.But this is not the only way thoughts affect your health. They can literally determine which genes are expressed, turned on or off. So changing your thought patterns literally changes your biology.はい。まずですね、健康に対して、私たちの体に対してですね、影響を与えない思考っていうのはもう存在しないんだそうです。つまり、私たちが思ったことのすべては、この生化学信号を伴ってですね、体全体をもう巡っちゃうと。セロトニン、それからドーパミンとかですね、あとエピネフリンっていうような、こういった神経伝達物質っていうのはですね、私たちの体のすべての領域に対して、影響を与えてしまうんだそうです。で、それらのその神経伝達物質がどういうふうに生成されるのかっていうことも、私たちがですね、どう考えて、どういうふうに今感じてるかによるんだそうです。なので、怒りだったり悲しみとか、あと、そういったもののね、感情に満たされた、ストレスいっぱいの思考っていうのはですね、ストレスホルモンの濃度を当然上昇させますし、で、それは最終的に細胞の炎症にまで至るんだそうです。で、こういった細胞の炎症っていうものが、例えば骨粗鬆症だったり、それからうつ、あと糖尿病、心臓病、関節炎、癌っていった、こういったものの、まあ、結果的には根本原因になっていると。で、
でも、こういったなんか思考がですね、どういうふうに影響を及ぼすかっていうのは、これだけじゃなくって、もう私たちの思考っていうのは、遺伝子のその発現の仕方にまで、これも決めちゃう。うん。だから、思考を変えるとですね、当然ですけども、体も変わるということです。はい、ありがとうございます。ではですね、その思考がまあ体を変えちゃうんだけれども、その時って、体の中では一体どんなことが起こってるんでしょうか？ Okay. So there are tiny protein machines around the DNA that will either turn it on or turn it off. These chemicals that we eat or create with our thoughts and emotions trigger those proteins.The epigenetic control of the DNA is in the environment that we create inside our body. So DNA might say, build a car. Epigenetics says, what options do you want on your car? How do you want to drive it? And where do you want to go? So we generally only see the negative side of epigenetics. We call it aging and disease when our bad habits damage our cells. But we can change the environment that causes the disease and aging.And we can build a beautiful, shiny car. はい。私たちの遺伝子の周りにはですね、小さなタンパク質の機械みたいなのがあって、それがですね、オンになったり、オフになったりするんだそうです。で、私たちが、まあ、食べている、こう、化学物質だったりとか、思考や感情によって生み出された化学物質っていうのが、それらのそのタンパク質のオンオフの引き金になっちゃうんだそうです。うん。なので、遺伝子のそのエピジェネシティクスコントロールっていうのは、私たちがこうやって、こう、体の中に作り出している、環境の中に、まあ、結局それがよるっていうことですね。で、例えばですね、そのジェネティクス、要は遺伝子側が、車を作りなさいっていうふうに言ったとしますが、ところがこのエピジェネティクスっていうのは、その車はどんなオプションをつけるのとか、どういうオプションをつけることを希望するのかとか、あとそれからどんなふうに運転したいのかとかですね、どこに行きたいのかっていうのは、こっちはこうエピジェネティクス側が聞いてくるそうなんですね。で、通常ですね、私たちっていうのはエピジェネティクスっていうふうに聞くと、そのネガティブな側面しかまあ知らないわけなんですけども、つまり、私たちのこういう悪い習慣、悪い環境づくりが、自分たちの細胞に対してダメージを与えたときには、これが、まあ、エピジェネティクス環境によってこう病気になっただの、なんていうのか、老化しただのっていうふうに、こっちは注目されてるんだけども、でも、そうじゃなくてですね、私たちは、この、病気とか老化を作り出してる、このエピジェネティクス環境を変えることもできるんだから、私たちはもっとポジティブにね、美しい、ピカピカの車を作ることだって、できるんですよ。っていうふうに、教えてくださっています。ありがとうございます。ではですね、イブソン先生、この遺伝子の、まあ、発動のやり方ですね、発動の仕方に影響を及ぼしている、この環境の中でもですね、特にメンタル面についてこれからちょっと詳しくお話をお聞きしたいんですけれども、メンタルの状態が人間の体に及ぼす影響だったりとかですね、あと症状を改善していくためにメンタルをね、どういうふうにケアしていったらいいのかっていうことを詳しく教えていただけますでしょうか。 OK. はい。So this subject has been studied intensely. We call it the placebo and nocebo effects.We have scientifically proven that with thousands of studies that the human mind has incredible powers to heal or to make us sick. Even simple things like having a window with a scenic view in a hospital room will speed up healing. Patients with similar conditions will heal twice as fast if they have a window or if they believe that someone is praying for them to get better.And the opposite is equally powerful. Negative thoughts literally change your physiology. It weakens your immune system and shortens telomeres, causing premature aging.はい。このことに関しては、まあ今までもたくさんの研究が行われてきてるんですよと。で、私たち、まあお医者さんたちは、これをね、プラセボ効果って言ったり、ノセボ効果っていうふうに呼んでます。で、私たちは、まあ人間のね、心っていうのは驚異的なパワーを持ってて、人を癒すこともできればですね、病気にすることもできるんだっていうことを、まあ、ギブソン先生たち、お医者さんは、たくさんもう実証してきてるんだと。で、例えばですね、病室に
景色がよく見える窓が、あるとか、そういった本当に些細なことだったとしても、患者さんが回復するスピードっていうのを早めるんだそうです。で、同じ状態の患者さんがいたとして、病室にね、片方の人には窓があって、で、誰かその祈ってくれる人がね、いるっていう場合とですね、そうじゃない患者さんだと、もう倍くらい、回復スピードに差が出るんだそうです。で、逆にその反対も一緒で同じようにパワフルなので、否定的な考え方っていうものは、私たちの体の生理機能さえも変えてしまうんだそうです。また、免疫力を弱めることにもなりますし、テロメアを短くする、それから早期老化の原因にもなっていくということです。で、今お話しくださったように、心の状態のも違い、ちょっとした違いで、病気の回復にもこれだけ差が出てしまうということが実証されているってお話でしたけども、このお話の中で、今またプラセボ効果、それからノセボ効果っていうのが出てきたんですけど、結構プラセボ効果っていうと有名なんで聞いたことあると思うんですけど、ノセボっていうと知らない方もいると思うので、ちょっとノセボ効果を教えていただいていいですか？ Okay. You're right. Most people have heard of a placebo. This is where a person is given an inactive substance, but told that it is an effective medication. The person gets better even though the substance did nothing for them.The more interesting aspect is nocebo, or the opposite effect. In clinical trials, people are given an inactive substance and warned about the negative effects of a headache, diarrhea, or muscle pain. And a large percentage of the group will experience the negative effects, even though there's nothing there. This is the nocebo effect. It also proves that our thoughts can and do create illness.はい。今、すごい面白いお話だったんですけれども、多くの方はね、おっしゃる通り、プラセボについては聞いたことがあるでしょうと。で、プラセボ効果っていうのはですね、全く効果のない物質、要するに偽のお薬ですよね。偽物のお薬を、非常にこれ効き目があるお薬ですよって言って、患者さんに渡したときに、それ、何の作用もないはずなのに飲んだ人の中に症状が良くなる方が出てくるって、これをプラセボ効果って言うんですね。で、でも、ギブソン先生がおっしゃるには、それ以上に面白いのは、そのノセボ効果っていう、全く逆の効果が出るっていうのが、面白いと。で、ある臨床実験で、全く効果がない物質、つまり偽のお薬を渡すときにですね、このお薬には、頭痛とか、下痢とか、あと筋肉の痛みとかのそういう副作用が起こる可能性がありますよって言って患者さんに渡したら、今度はですね、その渡された患者さんの中でごくわずかな人たちが実際にその副作用を経験しちゃう。うん。で、こういうのをノセボ効果っていうふうに呼ぶんだそうです。で、このことからもですね、私たちの思考が病気を作るっていうことも証明できますよね。っていうふうに、お話しくださいました。ありがとうございます。で、やっぱ私のですね、ところに来られる、そのクライアントさんっていうのは、病気の方が多いんだけども、そうすると、ネガティブな、そもそもネガティブな感情がきっかけで、病気になりました。で、病気になったらもっとネガティブになるんで、でそうすると、もっと症状が悪くなって、で、もっと心もネガティブになってて、こういう、なんていうのか、悪いサイクル、悪循環に、やっぱり、ハマってしまってる方っていうのが、たくさん、いらっしゃるんですけれども、ギブソン先生のクリニックも、そんな感じなんでしょうか。This is a very common problem. These patients desperately need to break this cycle if they want to improve their health.はい。やっぱりね、そういったことっていうのは本当に非常によくある、問題なんだそうです。で、これらのね、患者さんが、もし自分のこの悪循環を突破してね、より健康になりたいんであれば、どんなことがあってもこのサイクルを、断たないといけないっていうふうに、今おっしゃってくださってますね。はい。So,one thing that they need to understand is that we get addicted to our own brain chemicals. So just like someone getting addicted to a drug, we get addicted to our own brain chemicals. We get stuck in a rut. And that's why most people keep getting more of what they already have.
Most adults are addicted to their top three brain chemicals, and we keep doing the same things over and over again. It becomes self-destructive in some of us.はい。これ、薬物中毒に、ね、なるのと同じようなことがあって、で、私たちっていうのは自分自身のこの脳内化学物質に対して中毒になることがあるんだそうです。で、中毒になっちゃうと、もうそこから抜けられなくなるんだって、なんかすごい怖いんですけど。なので、多くの方がですね、もうすでにですね、例えば不安感があるっていう状態を作ってたら、もうそれがこう、どんどん悪化していくっていうことになっちゃうんだそうです。で、ほとんどの大人は脳にですね、最も多い3つのこう化学物質の中毒になっているそうなんですけど、だから、同じことをですね、何回も何回も、繰り返してしまって、やがてそれが自滅行為に、なっていってしまう人もいるんだそうです。So, our brain searches our subconscious memories for activities that will get us our drug. If we are high stress person,then our brain will seek out the things that will cause us stress. Happy people find happy. Angry people find anger. Even when we don't like an emotion, our addicted cells will crave it. You may even wonder why you do some of the things that you do. You might feel temporary relief with a negative emotion because you got the drug that you were addicted to.はい。私たちの脳っていうのは、もう私たちにそういうふうにこう、ドラッグ、まあ、薬みたいなの状態になってるわけでしょ。ドラッグ中毒みたいになってるんで、それをもたらしてくれるような、事柄を求めてですね、その潜在意識の中を常にこう探そうとしちゃうんだそうです。つまり、いつもストレスを持ってる方っていうのは、わざわざストレスの原因になることを探しに行くんだって、頭の中で。で、あと、幸せになってる人はもっと幸せなことを探すし、怒ってる人っていうのは怒りを探そうとする。で、たとえですね、それが自分が、まあ、好きじゃないような感情、持ちたくないような感情だったとしても、もう私たちのもう細胞自体が中毒になっちゃってるんで、それを欲しがっちゃうんだそうです。だから、自分でももう、どうしてしま、どうしてそれやってしまうんだろうっていう、ね、わかんないっていうようなことでもやってしまう。つまり、不安になりたくないんだけど、不安になっちゃうし、心配したくないんだけども、心配しちゃうっていうことを、が引き起こってしまうんですね。で、それどころかですね、否定的な感情を感じたときに、一時的に安心感を得ちゃう方さえいるんだそうです。で、これはなんでそういうふうになるかっていうと、もう自分がその依存しているドラッグが、普及されちゃうから、要は安心感を得ちゃうっていう、否定的な感情を持ちたくないのに持ったときには安心みたいな、こういったことも、起こるんだそうです。And to sum it all up, learning to control your thoughts and therefore your brain chemicals is one of the most important keys. うん。だからですね、その思考をちゃんとコントロールして、この脳内化学物質もコントロールしていくっていうことが、まあ私たちが健康になるために非常に重要な鍵となりますということですね。はい、ありがとうございます。ではですね、さっきこの悪循環の話が出てきたと思うんですけど、ネガティブが病気を生んで、病気がまたネガティブを生んで、この悪循環のサイクルをどうやったら突破できますか？Okay, so the first key is to give your brain proper nutrition like NeoCell Plus.This brain formula, so, you know, it's going to help your brain function correctly. Once the brain and body has all of its nutrients, then you can be confident that any of your problems that remain are likely in your subconscious programming.はい。まず最初の鍵っていうのはですね、ギブソン先生が開発された、脳に対しての栄養素であるネオセルプラスみたいな、脳に対して適切な栄養をですね、与えるっていうことですね。そうやることで、脳がですね、ちゃんと機能するようにしていくってことが一つ目の鍵なんだそうです。で、一旦この脳が栄養で満たされて、正常な状態になれば、どんな問題であったとしても、この潜在意識をプログラミングすることで、克服できるんだなっていう、まあ、こういう確信を持てるようになるっていうふうにおっしゃってます。はい。And、はい、お願いします。The second key to reprogramming the brain is repetition. So you've heard of Pavlov's dogs. Pavlov conditioned an automatic response that was not natural to the animal.
はい。脳の再教育へのですね、二つ目の鍵っていうのは、反復していくっていうことなんだそうなんですけど、ここで例として、パブロフの犬の、お話が出てきてて、まあ、聞いたことがあると思うんですけれども、パブロフっていうのは、動物にはね、自然には持ってない、この、自動的に反応するっていうのを、まあ、結構、そういう状況を、まあ、無理やり作ったみたいなのが、パブロフの犬の実験なんだそうです。はい。And so most of what we do as humans is a conditioned response, just like Pavlov's dogs. We have been trained, programmed, and conditioned to act and react in specific ways. We think specific thoughts and feel specific emotions based on our programming.はい。ですね。私たちが人間として行っていることのほとんども、もうこのパブロフの犬と同じような、条件反射によるものなんだそうです。で、私たちっていうのは特定の方向に対して行動だったりとか反応を起こすようにですね、もうすでに訓練されてきてて、あとプログラミングもされてきてて、条件付けられてきてるんで、私たちのですね、この特定の考えとか特定の感情というものは、もう、こういったこうプログラミングされたことによって、生まれてる。もう、私たちがパブロフの犬ってことですよね。私たちがパブロフの犬だよね。っていうことだそうです。まあまあ。はい。まあまあですよね。ありがとうございます。ではですね、そういった、まあ、パブロフの犬状態のですね、私たちの、条件反射をどんな風にこう変えていったら、ブレイクしていったらいいんでしょうか。Okay. Just know that you do have the ability to reprogram your brain. And if you don't like your program, change it. うん。脳が、まあ、再プログラミングが可能。さっきプログラミングされちゃったって言ってたんだけど、再プログラミングが可能なんだっていうことを、まず理解しましょう。で、自分の、この、今持ってるプログラミングが嫌だったら、変えちゃいましょうっていうふうにおっしゃってくださっています。はい。And as you follow my essentials protocol, and we can give you a link for that, we have patients begin repetitive neural programming exercises. We need to schedule a daily routine where the patient is patterning specific positive thoughts to replace the negative pattern.はい。ギブソン先生の治療法に、必須プロトコルって言われる、治療手順みたいなのがあるんですけども、これに沿ってギブソン先生が、まあ、患者さんに治療を施すときにですね、患者さんたちに、反復的なその神経プログラミングのエクササイズ、まあ、訓練みたいなものを、スタートしてもらうことっていうのがあるんだそうです。で、毎日の日課として、スケジュールを組んでいただいて、で、否定的な思考を、パターンをですね、肯定的なものに置き換えるっていうようなことをされているそうです。このメンタルプログラミングの方法って、ま、いろんなものをされていると思うんですけども、今日一つ皆さんにですね、やり方の一つを教えていただいていいでしょうか。はい。So there are thousands, and one method to start with is affirmations.Affirmations are proven methods of self-improvement because of their ability to rewire our brain. The human brain is designed to learn, and repetition is the key. So if you repeat an affirmation 1,000 times a day, that may seem like a lot, but it works. Your brain can't help but change. It is inevitable.はい。まあ、本当にたくさんあるんだけれども、一つの方法はもうアファメーションをすることです。で、アファメーションっていうのは、自分をこう変えていく効果っていうのは、実証済みの方法なので、だし、あとアファメーションっていうのは脳を、もう一度こう配線し直す力もあるんだそうです。人間の脳っていうのはもともと学ぶようにデザインされてますので、反復することが鍵なんです。で、もしアファメーションを1日1000回繰り返していくと、脳っていうのはもう変わらざるを得ない状態にあります。それは避けられない事実なんだそうです。はい。So like any exercise, it is important to do affirmations consistently. Create a list of your favorite affirmations and say them morning and night every day. はい。他のですね、エクササイズと同じように、定期的にアファメーションっていうのを唱え続けることが重要なんですね。で、ご自身の好きなアファメーションっていうのをリストを作っていただいて、それを毎日朝晩繰り返し、唱えるようにしましょう。
And here are a few that will help you feel more joy and achieve better health. So one can be, every cell in my body vibrates with energy and health. Two, you can say, my body is healing and I feel better and better every day. And three, I feel joy and contentment in this moment right now.はい、今ですね、アファメーションの、まあ、具体的な例として3つほど、挙げてくださったんですね。で、より幸せを感じて健康を得るためのアファメーション、おすすめのアファメーションということで、今から3つ言いますよ。1つ目は、体のすべての細胞がエネルギーで満ちて、健康です。2つ目、体が癒され、毎日より健康になっていきます。今、三つ目ですね。三つ目。今、この時、喜びと満足感を感じています。こういった、例を今出してくださいました。はい。So, and this is important. I like my patients to use practical affirmations that directly address aspects of their daily life. So set automatic reminders in your phone and, it will make it easy to succeed.はい。これも重要なんですけれども、ギブソン先生はご自身の患者さんに対して、その人にとってね、日々の、まあ、生活に合った現実的なアファメーションを使うことを勧めてるんだそうです。で、電話の今、iPhone とかのリマインダー機能を使っていただいて、それでこう毎日忘れないように、簡単にやっていただくっていうふうにしてる。で、さっき3つ例を出してくださいましたけども、今、ギブソン先生がおっしゃっていただいたように、自分用にカスタマイズするって大事なんですよ。アファメーションを、自分にとって無理のない、現実的なものを、自由に作っていただいて、それをやっていきましょうっていうことでしたね。はい。で、ちなみにですね、このアファメーションに関して、私以前ちょっと詳しくお話聞いてたことがあるんですけども、大体ですね、5000回ぐらい唱えると、脳の神経回路に変化が見られるんだって。うん。で、10万回ぐらいになると、脳の再教育が完了するので、意識しなくても、さっきのこの条件反射的に、もうそれができるようになるんだそうなんですね。要はもう再教育するから、ね、条件反射で自然にポジティブな考えが勝手に出るようになるっていう、目安が10万回。だから、1日1000回唱えたら、100日で完了するので、頑張ってください。で、口に出して言うのが、まあ、もちろん基本なんですけれども、紙に書くとかですね、あと、なんか、録音して聞くっていう方法も、有効なんだそうなので、ぜひやっていただけたらな、と思います。はい。ではですね、そのギブソン先生の、まあ、クリニックでの、まあ、治療のお話なんですけれども、他のね、病院では、なかなかこう治らないような患者さんばっかり、受け入れてらっしゃって、うん。で、例えば、まあ、リウマチだったりとか、線維筋痛症、うん、パーキンソン病、自閉症、ADHD、アルツハイマー、それからうつとか、心の病気みたいな方たちが、まあ、すごくこう、そういう方たちが改善した例っていうのを、ギブソン先生はたくさんお持ちなんですけれども、なんかこういういろんな病気の方たちが治っていかれるっていうのは何か、これが秘訣だっていうのがあれば教えていただけますか？はい。So, there is a common thread with all disease. We need to focus more on treating the whole body and the mind and less on looking only at symptoms of a single disease. So, rather than fighting the disease, put your efforts into healing the body and enhancing the mind.When you focus on healing and improving, your mental state improves, and this helps the body. はい。本当にね、今、大事なことをおっしゃってまして、すべてのね、病気にとって共通している部分があるんだそうです。で、まずは、一つのね、病気とか、一つの症状だけを見ようとする時間を減らして、体全体、それから心全体を取り扱うことをもっとフォーカスしましょう。その必要があるっていうことです。病気と戦うんじゃなくって、体を癒して心を強化していくことに力を注いでください。で、自分を癒すこと、それから改善していくことっていうのにフォーカスすることで、心の状態も改善して、それが体全体を助けていきますっていうことなんですね。これ、本当に大事で、で、今、
画面ご覧になってくださってる方の中には、今、痛みを抱えてるとかね、辛い症状を持ってる方もいらっしゃると思うんだけど、やっぱ目の前に痛みとか症状があると、とにかくこの苦しい痛みを取り除きたい、症状を何とかしたいっていうところに目が行きがちなんだけども、そうじゃなくってですね、もっと全体を見る、私自身を癒していくとか、体全体を良くしていく、心の状態を強くしていくっていうことをやっていけばですね、あれ、気がついたら痛みが減ってるなとか、気がついたら病気が治っていってるなって、こういう治り方を目指してほしいっていうのが、ギブソン先生の一貫してやっておられることなので、だから、たくさんの病気が、病気の種類を問わず、ギブソン先生のクリニックでは治っていってるってことなんですね。これすごく大事なポイントを、お話しいただいたと思います。ありがとうございます。で、そんなですね、素晴らしい治療をされてるギブソン先生の目から見て、やっぱりその病気になってる方っていうのは、もう一緒に同時にですね、ネガティブになっちゃってる、人が多いような気はされますか？ Yes. Almost all disease is accompanied by some form of stressful, negative thoughts and emotions. So remember, thoughts are not innocent. They are part of our genetic control. Who we are and how we feel today is a result of everything that our brain has ever thought. And negative thoughts almost always come before an illness.はい。ですね。やっぱ大半の病気の方には、もう何らかのストレスいっぱいのネガティブな感情とか思考っていうのは伴っちゃってるそうなんですね。で、思考っていうものは、いい意味でも悪い意味でもですね、私たちの体とか健康に影響を与えるっていうことを、覚えておいてくださいと。で、思考は私たちの遺伝子にも影響を与えるんです。私たちが何者で、どんな感情を持っているのかっていうものも、私たちの脳がこれまで考え続けてきたことの結果なんですと。で、ほとんどの場合、まずね、病気が先か、ネガティブな思考が先かっていうと、やっぱりネガティブな感情とか思考が先で、後で、それによって病気が、生じてるっていうことがほとんどなんだそうです。こういった病気になる方っていうのが、そもそもじゃあ病気になる前にね、ネガティブになっちゃった、原因だったりきっかけっていうのはどんなものが考えられますか？ Well, there are so many causes of negative thoughts. Some have a predisposition in their personality. Others learn the behavior as children. And still others are affected by a traumatic event or circumstances that are unintentionally become this way.So also, nutritional deficiencies often result in brain chemical imbalances that make it impossible for some people to feel happy or to have positive thoughts consistently. And others have an overgrowth of harmful bacteria in their gut that make depressant chemicals. And all of these are further exacerbated by artificial chemicals in food and pharmaceuticals. Those chemicals are mind-altering and interfere with normal brain activity.はい。ネガティブ思考になる原因っていうのはやっぱすごくたくさんあるみたいで、ある人はもう元々そういう個性というか傾向を持って生まれちゃうっていう人もいるし、幼少時代にですね、ネガティブ思考を学んじゃう、人もいますと。で、ある方は、トラウマ的なね、出来事だったりとか、そういったこう、環境に置かれてしまったことで、自分ではそういうつもりはなかったんだけれども、ネガティブ思考になってしまったっていう人もいるでしょう。それから、栄養不足が原因でですね、脳内の化学物質のバランスが悪くなることでも、幸せに感じたりとかですね、ポジティブな思考をすることが不可能に、なってしまう場合もあります。で、それと、あと、腸内にですね、有害なバクテリアが繁殖しすぎて、腸内環境が悪化したことによっても、そういう、うつを引き起こすような化学物質が、作り出されてしまったっていうケースもあるでしょう。で、これらのすべてっていうのは、食べ物だったりとか、そういう医薬品とかに含まれている、人工的な化学物質を取ると、もっと悪化しちゃう。で、これらの化学物質っていうのは心も変えてしまうし、通常の脳の活動の邪魔もしてしまうんだっていうことです。で、さっきですね、
メンタルプログラミングの一つとして、アファメーションを教えていただいたんですけれども、こういったメンタルプログラミングをすることで、脳や体にはどんな影響が起こるんでしょうか？ Oh, it's great. They look and feel more energetic and youthful. They enjoy more of life. We can even see structural changes in the brain on MRI and CT scans of the patients that dramatically change their thought patterns. はい、もう素晴らしいものですと。で、エネルギーレベルも上がりますし、よりね、若々しくなるんですと。で、人生をより楽しくね、過ごすこともできるようになります。で、MRT だったりとか、そういう CT スキャンみたいな、画像でも、そのアファメーションとかによって、脳の構造がね、変化していってるっていうことが確認できるほどなんだそうです。で、こういうふうに脳の構造が変わることで思考パターンも劇的に変わっていきます。で、ちょっとここでですね、ギブソン先生の治療法で脳がどんなふうに回復していくかっていうのを、スキャン画像があるそうなんで、出していただいてよろしいでしょうか。So if you look, you can see that the brain on the left is a normal brain scan.And the person on the right is one with depression. And we can see this change as they start to improve, their brain will have more activity and will not be so hampered. 左側がですね、普通の方の脳で、右側がね、うつの状態の方の脳なんだそうです。うん、なので、改善していくことで、その脳の活動量っていうのも増えてる。っていうのが確認できますねってことなんですね。で、この、なんかね、右側のこの状態、もう全然こう脳が活動してなくて、なんかスカスカな感じがあるじゃないですか。で、こういったのって別にうつの状態じゃない人でも、自覚がなくてももうこういう脳の状態になってる人が、実は多いんだそうで、うん、15年ぐらいかけてこれぐらいの状態まで、なっちゃうそうなんですね。で、左側っていうのが治療後なんですけれども、まあ、綺麗になってるってことです。で、これの、この回復に対しては、やっぱ期間としたら1年から3年ぐらいかかって、しまうっていうことなんですけども、まあ、15年かけてね、ひどくなったやつが1年で良くなるんだったら、早いかな、みたいなことこの前も言ってたんですけども、ただ、これってね、アファメーションだけの結果じゃないんですね。で、どうしてもそもそもアファメーションで脳を再教育していくためには、まず脳の機能が正常じゃないと無理なんで、どうしてもその先にというか並行してというか、脳にね、栄養をしっかり与えて、まず脳の細胞を正しく機能できるようにした後に、このアファメーションを入れていくと、これぐらい、本当に改善。CT スキャンだったりとかそういうのでも確認できるぐらい、改善ができるということだそうです。はい、ギブソン先生、ありがとうございます。はい、ここまでですね、メンタルな状態が、結果的には病気を良くする、それから、病気を悪くすることもできるっていうお話を、聞かせていただいてて、で、いつものセミナーだったら、ここでポジティブな、例を出していただくことが多いんですけども、今日はちょっとあえて、ネガティブな方向にね、その心の使い方が、病気を作ってしまったケースということで、あまりこうね、悲しいお話ではあるんですけれども、ギブソン先生の実の妹さんのお話がありますので、ちょっとシェアしていただいていいでしょうか。はい。So you see, my sister is the most extreme case of nocebo death that I have ever personally dealt with. She was always a very high-strung, even as a child. And this overachievement, type A, control freak, out-of-control stress increased with age.And on the positive side, she did eat perfect. And that is another reason why her case is completely nocebo. When even we had her genetics tested at the prestigious Huntsman Cancer Institute and discovered that she was very low risk for cancer from a genetic standpoint.はい。これはギブソン先生の、本当に実の妹さんのお話なんですけれども、それってギブソン先生がね、個人的に体験した中でも、そのノセボ効果によって、要は、心の使い方をマイナスにしたことによって、亡くなってしまった。
った、まあ、最も究極のケースですと。で、彼女は、まあ、妹さんはですね、子供のところからも大変神経質で、タイプ A っていう言い方するんだけど、まあ、四角四面に何でもカチカチに考えてしまうようなタイプだったんで、どんなことでもですね、完璧にこなすし、自分をコントロールするのも大好きだし、で、それによって、年々増加する、まあ、ストレスを抱えていたんだそうです。で、ただ、ポジティブな面もあって、まあ、いつも、まあ、そういうタイプの方だから、食生活は完璧。うん。ね。だから、彼女の場合、これって本当にね、その、食べ物が悪くてなったとかじゃなくて、完全にね、その、ノセボ効果によるものなんだ、と。で、非常に、由緒ある、ハンツマン、がん研究所っていう施設があるんだそうなんですけども、そこで彼女が、まあ、ちゃんとこうチェックしていただいた時も、彼女には遺伝的にはね、がんの傾向とか、がんになるリスクっていうのは非常に少なかったそうなんです。So, what she did was to live in a constant agonizing fear of cancer. This fear became overwhelming after the death of both my father and mother from cancer.And as you may recall, my parents were downwinders. They were exposed to repeated radiation from atomic bomb testing. Their cancer was not hereditary. It was not genetic. My little sister was never exposed to the radiation. However, death by cancer consumed her thoughts both night and day. She knew it would happen. She would get checked constantly and always no cancer, but high levels of stress hormones and inflammatory biomarkers.はい。で、彼女は、ずっとね、癌になることを、もう、すごく怖がってて、恐れてたそうなんですね。で、彼女の、その、癌に対しての恐怖心っていうのはですね、ギブソン先生のご両親が、癌で亡くなった後に、もっとこう、強くなってしまったと。で、ギブソン先生のね、セミナーに何度も出られてる方は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ギブソン先生のご両親っていうのは、いわゆるこう、風下の住民っていう言い方するんですけども、原爆とかのそういう、こう、核実験場の、ま、近くにお住まいだったので、原子爆弾のそのテストによる放射線を何度も何度も浴びてきてたそうなんです。なので、まあ、このご両親が癌になったっていうのは遺伝のせいではなかったんだと。ところが、妹さんはっていうと、一回もその放射線を浴びたことなんてないんですね。でも、彼女は、もう毎日毎晩自分がこうもう癌で亡くなるんだって思い込んでたんだそうです。で、しかもそれをもう確信するぐらいもう自分もきっと癌になるに違いないってもう思っちゃってたんで、まあ心配だから定期的にですね、癌の検査を受けに行っては、癌はないけど、でもストレスホルモンの量っていうのはすごく多くって、炎症値のそのバイオマーカーっていうのも非常に高かったそうなんですね。So the day finally came when she started to have difficulty breathing. Cancer had formed in her lungs and spread to her liver and spine. She was gone in less than a month, almost 5 years to the day from when our father passed away. She killed herself with her mind. She caused a physiological shift that allowed and promoted cancer to grow. And she left behind 5 children. The youngest was only 1 year old.So please respect the power of your mind and use it to heal and not to destroy your life. はい。なんかそんな感じで過ごしてて、まあ、とうとうですね、彼女が呼吸困難に陥る日が来てしまったんだそうです。で、彼女の肺と、それから肝臓、それから脊髄に癌がもう見つかって、で、見つかってからね、たった1ヶ月以内に彼女は亡くなってしまったそうなんですね。で、お父様が亡くなられた、まあ、約5年後に、妹さんは亡くなられたそうです。で、彼女は、もう本当に、ご自身の心で、自分を死に至らしめてしまったんだと。で、彼女は、癌がですね、彼女の体の中で育つ環境を、まあ、受け入れてしまったし、それから、それを促進さえしてしまった。で、彼女は、まあ、亡くなった時には、5人の子供を残されてたそうで、そのうちのね、一番下の子はまだ1歳だったそうなんですね。うん、なので、ギブソン先生のやっぱ思いとして、どうかね、皆さんの、その、心の力っていうのかな、マインドのパワー、心の力っていうのを、尊重してください。まあ、侮らないでくださいっていうことだと思うんですけども、尊重してほしいと。で、そのご自身の心をですね、自分の人生を壊すために使わないでほしい。で、そうやって自分の人生を壊すために使うんじゃなくって、
心をね、自分を癒すためにぜひ使ってくださいっていうのがメッセージです。リュウソン先生ありがとうございます。はい。今日ね、本当にたくさんのお話、役立つお話だったりとか、まあ、すごくヒントになるお話を、してくださったんですけれども、最後にですね、今日のセミナー全体を通して、お伝えしたいことっていうか、皆さんに、受け取っていただきたいことがあれば、教えていただけますか？ Okay, so we all have cultural and familial beliefs that are handed down to us about health.Like maybe your family has a history of cancer or Alzheimer's or heart disease. Or we say things to ourselves like, I always catch every illness. Beliefs have a profound effect on our biochemistry. They actually change how our genes get expressed. And the science of epigenetics has proven that our body responds to your environment. Your environment includes your diet, your thoughts, and activities. And since a belief is simply a thought, we keep thinking.It can be changed. Our health improves with our healthy thoughts. はい、ありがとうございます。私たちっていうのはみんなですね、こう健康に対して、その文化的な背景だったりとか、家族が何信じてきたかっていうことによって、自分がもう教えられてきたものっていうのがありますねと。で、例えば、ギブソン先生のケースで言うと、ご家族に癌だったり、アルツハイマーだったり、それから、心臓病にかかった人がいます。で、もしくはですね、なんかいつもこう、自分はいろんな病気かかってしまうからっていう、こう自分に言い聞かせちゃってる人もいたりするんで、こういったですね、私たちが今信じてることですね、もしくは、ずっとこう、伝え続けられてきたことっていうのが、私たちの生化学に対して非常に深い影響を与えているということです。で、それが遺伝子のですね、発現の仕方さえも変えてしまう。エピジェネティクスの科学っていうものが、私たちの体がですね、こう置かれている環境に、もう反応、遺伝子が反応するんだっていうことを証明しているので、癌っていうのはこの場合、食べ物だったり、思考だったり、行動、パターンだったりするんだけれども、こういったこの信じていることっていうのは、私たちがずっと考えてきている思考なので、それは変えることができますよね。なので、より健康的なね、思考をすれば、私たちの健康状態っていうのも、ちゃんとこう、向上していくんですよ、っていうふうにおっしゃってくださってます。はい。Whenever I think about this subject, I always think about the trip I took to Nikko in Japan, where you see the three monkeys, and there's the see no evil, hear no evil, speak no evil, and I think that there should be a fourth monkey, think no evil. はい。はい。I'll let you translate that first, then I'll say this some more. ですね、日光に、ギブソン先生結構観光が大好きで、日本で、よく観光地に行かれてて、日光の見ざる、聞かざる、言わざるっていう、お猿さんの話をシェアしてくださってて、四つ目にあるべきは、なんか考えざるって、おっしゃってたんで、まあ、なんだろう、考えざるを得ないとか、そういう意味での考えざるですよね。なんか思考を、まあ、要は見ないようにする、聞かないようにするって同じように考えないようにするっていうのもありだよねっていう感じでいいですか？ Yeah, that's good. That's good. Yeah. ギブソン先生、たまに、なんか、事前に聞いてないアドリブを入れてくるんで、私、ちゃんと油断しないで聞いとかないと、たまに、あれとか言うときが。頑張ってますよ。はい、お猿さんの話です。ありがとうございます。So, so everyone, you need to remember that it is your job to take care of your body. This is your responsibility. It does not belong to your doctor, or your spouse, or your mother. It is that simple. Optimal care of your body begins with your beliefs. It is important.To know that your body was designed for health and vitality and well-being for your entire life. はい。ですね。だから皆さんのですね、まあ、やっていただきたいお仕事っていうのは、もう体をとにかく大切にしてくださいと。で、それはあなた自身の責任で行うものです。で、まあ、皆さんの体っていうのは、お医者さんのものでもないし、パートナーですね、配偶者さんのものでもないし、お母さんのものでもないですよね。で、本当にもう本当にシンプルなことで、で、最高の体のケアっていうのは、皆さんがこう、信じてることから始まるんだと。で、
皆さんの体がね、生涯これからずっと健康で活力にあふれて幸せであるように、もともともうデザインされているんだっていうことを、よく理解していただくことが、重要だっていうふうに、今最後お話をいただきました。ギブソン先生、素晴らしいお話をありがとうございました。はい。もう、まず、心の状態がね、どれだけ健康のために重要なのかっていうのも、しつこいぐらい、お聞きしたんです。皆さんもよく分かったと思うんですけれども、なので、心の状態は、もちろん自分で変えることもできるということですよね。で、そのためには脳を変えていかないといけない。脳を変えるためには、栄養、それから解毒、で、あと、しっかりアファメーションかっていうし、まあ、リピートですね。反復作業していて、脳を再教育していけば、ちゃんと必ずね、皆さんのこの心っていうのは変わっていく。で、心が変われば体も変わるし、それから皆さんの人生もより幸せになるっていうふうな、お話でした。ぜひですね、皆さんに今日の、ギブソン先生のお話を、しっかり参考にしていただいて、ご自身の責任のもとでね、よりこう健康な、状態を作っていっていただけたらなと思います。で、あと、9月のですね、実は今年の秋なんですけど、30日に、ギブソン先生が2年ぶりに日本にいらっしゃって、私と一緒に東京でね、セミナーをさせていただくことになりまして、で、今回もっと、ギブソン先生のクリニックで本当にやっぱたくさんの、難病の方とかでも良くなっていっちゃうんで、で、それを、まあ、どういう手順で、どんな風に、結果的に、こう、患者さんたちがそんな風に良くなっていくのかな、みたいな、こう、治療の全体像みたいなのを、私の方で、インタビューさせていただいてっていうのを企画してますので、東京に来ていただいたら、今、画面上で見てる、このギブソン先生に、生で、お会いできますので、ぜひギブソン先生に会いに来てください。もう受付始まってますのでですね、この後またベスト社員から送られてくる、メールの方をご確認いただけたらと思います。じゃあ、みどりさん、いろいろありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。はい。チャールさん、ドクターキムさん、本当にありがとうございました。もう今日参加された方はもう本当にラッキーですね。こんな素晴らしい、もう健康自然療法のエキスパートのお二人からのお話をもうライブで、それも無料で聞けて皆さんおめでとうございます。でもそれで終わることなく、今日ね、いただいたヒントを実践するように皆さんされてください。はい、それではドクター・ギブソン、最後に皆様に、一言よろしくお願いします。So, your brain is the most powerful tool that you have for better health and a better life. With every ounce of energy in my body and soul, I truly want you to make the world a kinder,brighter place. Deep down, I think most of us do. And we can be the change that we want to see in the world. はい、私たちの脳はより健康になってより素晴らしい人生を送るのに最もパワフルなツールです。全身全霊をもって私はこの世の中をより優しく明るくしたいと思っています。そして多くの人がそれを願っていると思います。この世の中を変えたいのでしたら、まずは自分が変わって、その理想の世界を作り上げるようにすることです。ということです。では今日は、千原さん、そしてドクター・ギブソン、ありがとうございました。たくさんの方に参加していただいてありがとうございました。では、9月に、皆さんツアーでお会いできるの楽しみにしてます。Okay, さようなら。Bye, thank you.